星野秋3月14日体は、日本の女性タレント、女優、グラビアアイドル。本名、三浦秋。東京都出身。A プラス所属。夫は、騎手の三浦高生。東京都世田谷区三軒茶屋出身。世田谷区立は林小学校。世田谷区立は林中学校。東京都立玉川高等学校卒業。高校時代、ティーンズ雑誌、プチセブンの 専属モデルだった友人の死保に誘われ同士、専属モデルとなる。1994年、青年誌ヤングアニマルで、グラビアデビュー。事務所を移籍し、月に1回、ラジオ出演しながら3年ほど経過。テレビドラマの配役が多かった。P&G、クレアラシル CM に出演。2001年頃から本格的に、グラビアの仕事を始める。 2002年から2003年は、プロレス団体 U の月一工業のエンターテイメント部門の常連で、リング上でマイクを持ちレスラーを相手に、コスプレ衣装で白身の演技をしていた。有料サイトも含め長らくグラビア系の仕事が、活動の中心であったが、その中で、最年長グラビアアイドルというキーワードを使い出し、2004年後半から、急激に仕事が増えテレビのバラエティ番組出演も、 多くなる。2006年、日本テレビ系、ドラマコンプレックス内放送ドラマ、都立推奨。出演より、女優としては、本名の、星野秋となり、バラエティやグラビアなどと名を使い分けている。同年5月7日に横浜スタジアムのプロ野球、横浜ベースターズ対阪神タイガース9回戦では、星野秋名義で、始球式を務めたと各市によって表記がまちまちだった。 また、2006FIFA ワールドカップドイツ大会のパブリック、ビューイング記者発表会で、日本代表を応援する、F 組応援団の団長として出演。2007年4月2日から、笑っていいとも、の月曜日レギュラーとして出演していた。2011年9月25日、JRA 騎手の一回り年下の三浦康成と結婚し、同年。 三浦の誕生日である12月19日結婚式、披露宴を行った。2012年4月12日に第一子となる女児を出産した。2012年12月、ペニーオークション詐欺事件に関わる自身のブログへの虚偽記載騒動をめぐり、京都、大阪両府警から、刑犯罪法違反で事情聴取を受けた。現在は、 主婦業に専念したレント活動は休業状態だが A プラスには席を残している。2017年8月26日放送のドキュメンタリー番組バースデーで久しぶりに姿を見せた。星野秋名義、星野秋名義、ありがとうございます。